How are you too? どうも、それです。今回はブラックシャークというブランドから発表された新型のスマートフォン、ブラックシャーク2についてご紹介したいと思います。そもそもこのブラックシャークというブランドは、スマホや家電製品などで有名な中国のメーカー、シャオミが出資しているブランドになります。要は、シャオミのサブブランドのようなブランドになります。このブラックシャークというブランドは、昨年ゲーミングスマホを発売したことで話題になったブランドです。そのブラックシャークから発表されたブラックシャーク2は、昨年のモデルと同じようにゲームに特化したスマートフォンになっています。まずはじめにスペックを紹介すると、次のようになります。CPU は Qualcomm のスナップドラゴン855、RAM は 6GB または 8GB または 12GB、ROM は 128GB または 256GB、ディスプレイは6.39インチで、解像度は 2340×1080 ドット。このディスプレイは有機 UV ディスプレイとなります。カメラは背面のアウトカメラが4800万画素と1200万画素のデュアルレンズカメラ、前面のインカメラは2000万画素のシングルレンズ、バッテリーは 4000mAh で、 OS は Android 9、そしてカーフレスが一例として最も安い RAM が 6GB、ROM が 128GB のモデルが日本円にして53,000円、最も価格の高い RAM が 12GB、ROM が 256GB のモデルが日本円にして約7万円となります。ゲームに特化したスマホということですので、よりゲームのパフォーマンスを上げるための仕組みがいろいろと搭載されています。例えばディスプレイは 240Hz 駆動のディスプレイになっています。シャープが開発したハイスピード液晶の場合、120Hz 駆動でしたが、このブラックシャーク2はその倍となる 240Hz 駆動になっています。また、冷却面もかなり力を入れていて、内部に液冷のシステムを搭載しています。液冷というと、デスクトップパソコンのように冷却剤が中を流れているように思うかもしれませんが、このブラックシャーク2に搭載される液冷システムというのは、ヒートパイプの中に液体が入っているというようなイメージです。こういった液冷システムは、このブラックシャーク2に限らず、今から約6年前に NEC カシオから販売されたスマートフォンにも搭載されていました。その他、他のメーカーはあまり採用していない機能として、ディスプレイは圧力も感知するタイプのタッチパネルになっており、対応しているゲームでは画面の吸う力をコントロールしながら操作したり、またカスタマイズすることもできるようになっています。ということで、ゲーミングスマホという位置づけではありますが、いろいろと面白い機能を搭載したハイスペックなスマートフォンになっています。残念ながら、国内で今回ご紹介したブラックシャーク2が正式に販売されることはないかと思いますが、あと数週間待っておくと、Amazon などで並行輸入品が買えるようになるかと思います。現在、Amazon では初代のブラックシャークが販売されています。初代といっても、 CPU は Qualcomm のスナップドラゴン845を搭載し、やはりそちらも基本スペックはとても高い端末になっています。それでいて、現在の販売価格は69,440円と、同等のスペックを持った他のメーカーのスマートフォンと比較しても決して価格が高いわけではありません。もし CPU がスナップドラゴン845でも大丈夫というのであれば、最新モデルではなく現在販売されている初代のブラックシャークを購入するというのもいいかと思います。なお、この動画の概要欄にはブラックシャーク販売ページのリンクを貼っておきます。詳細なスペックや在庫状況など気になる方はそちらからチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。